鶴見修二は東京都台東区出身の体操競技選手。1960年ローマオリンピック、1964年東京オリンピック体操男子団体金メダリスト、日本体育大学卒業。現役引退後は日本体育大学の講師や可愛楽器の監督を務めて更新の指導を行った。その後、日本体操協会の理事や、 日本ドッジボール協会の理事などを歴任、現在は日本オリンピアンズ協会の理事。1960年のローマオリンピックでは、鶴見ら6人はソビエト連邦を下して男子団体で金メダルを獲得した。日本勢は男子個人総合で9位以内に全6選手が入る活躍を見せて、鶴見は個人総合で4位、アンバで銅メダルを獲得した。続く、 地元日本で開かれた東京オリンピックでも団体総合金メダルに貢献。男子個人総合でも銀メダルを獲得。平行棒とアンバでも銀メダルを獲得した。世界体操競技選手権においても彼は1962年のプラハ大会では個人総合で9位。1966年のドルトムント大会では2位に入り、共に団体優勝の一員となっている。 1998年に、永年の功績からジュ法賞を受賞している。2008年、日本人として11人目の国際体操伝道入りを果たした。現在は、山梨県南鶴郡藤川口湖町にある、私立小学校、曽和美小学校の校長をしている。ありがとうございます。